続いての演目は土曜日クラスによる秘湯探検ツアーの難です。このお話は OL4 人組が生で巻き起こすちょっとした事件を描いたものになっております。私たちども、短い期間ではございますが練習に励んでまいりました。お見苦しい点もあるかと思いますが精一杯演じさせていただきますので、どうか温かい目で見守っていただければなと思います。それでは参りましょう。土曜日クラス秘湯探検ツアーの難、お楽しみください。私が先にって言うたんやった。そういう意味やったんですね。急いではったんで、私らてっきり道案内してくれはるんや。それにしても多田先輩、水分取りすぎとちゃいますか？これ2本目ちゃうんですか？ちょっと返して。 JR の中でコーヒー飲んではったし。せやから、あのコーヒーが甘すぎたからテーブルの前にお口直しに行ってお水買うたんやないの。いや、ちょっと見て、トンビ。トンビがくるりと輪を描いた方がいいの。あんた若いのに古い歌よ、知ってんね。何もの、ダサい歌。うちのおじいちゃんがよう通ってた三橋美智也の歌。多田先輩も知ってはるん言うの。同じ年代。ちょ、ええー、加減にしよ。それにその先輩言うのもいい加減やめてくれへん。けどうちらがクラブ入った時はもう卒業してはった。偉そうに教えに来ちゃったんや。そうそう、今日ラケットでお尻どつかれたわ。先輩、ちょっと人に気分悪いこと大きい声で言わんと言って。けどほんまやもん。ほんで田田先輩、これからどっちの道へ行きますの？ちょっとあんたまで、もうええ加減にしんや。めちゃくちゃここに大志の言う近道って書いてあるわよ。え、ほんまや。こっちが近道なんやわ。先輩、そんな簡単に看板立てて、ここ道二股になってますよ。それどっちに立てたんです？いつも偉そうに。そんなこと私にわかるわけないでしょ。あんたどっちやと思うの？さあ、私にもわかりませんけど。あんたわからんのに人に偉そうに指図するわけ。指図してるわけじゃないでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。お二人さん、落ち着いて落ち着いて、何もいかげんことないじゃないですか。誰がいかげんおてんのよ。じゃれおてんだけやんか。ないよ。腹立ったらお腹空いてきた。誰かなんか持ってない？ビスコやったらありますけど。ビスコ、いや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 、子供やじゃないし。じゃあ勝手にしてください。まあええわ。ビスコちょうだい。最初から素直にちょうだい言えばいいのに。え、なんか言うと。いや、何も。あ、投げといて。私のビス。あ、食べ、食べる、食べる。ほんで、ガイドさん、次どっちの道行けばいいの？何よ、今度はガイドな。まあ、ええわ。なんでビスコ食べてるの？はい、ビスコ。確かこの道は頼りなさそうな
違うの持ってきたよ。食べるか喋るかどっちかにしてください。ほら今飲んでない。お茶。はい、うどん茶。うどん茶嫌いやけど。ほな、ええわ。あ、ええわ、ちょうだい。うち、近わりないねんから。佐藤さん、ちょっと食べとぼたりしてましたよね。おばさん、しかも、失礼な。あんたは何、ペットボトルがどうしたって。私たち、山岳清掃隊のものです。こうして無法な登山者が山をよこすのを注意しているんです。何、ペットボトルをしてたら無法者になるわけ。ちょっとあんたたち、山岳清掃隊って偉そうな名前つけて立派なことしてはるんかもしれませんけど、年上のお姉様捕まえておばはんやが無法者言うわ、ちょっと失礼ちゃう。おばさんがおばさん言うて何が悪いねん。ちょっとこの子口合わないわ。いや、名前聞やねん。ちょっと礼儀って言ってもらえない。あんたも何も気になってんの。自分で持っておいてください。え、そのゴミ袋に入れたらええのと違うの。気をつけてね。自分で出したゴミは自分で下まで持っておいのが決まりなんです。そんなん言ったら誰が決めた。言うてみよ。先生、どうした。この子たち何か失礼なことしました。失礼も何も、人をおばさん呼ばわりしてから。ああ、またやってる。自分で出したゴミは自分で持って帰ってください、言うと。そんなん出るげん、決めたら言わはるんです。え？嘘？ほんま？信じられへんわ。時代をくれ言うんか、物知らずって言うんか。なあ！なんやねん。レディーは、なんですって、とちゃん？ほれ、失礼なこと言うたらあかんよ。ほんまや。そこにお持ちのガイドブックはこの山の案内ですやろうか。ああ、ええー、まあ。さっき違うの持ってきたんやろかって言うてなかった。いや、第弘法の湯へ行く案内書や思ってたのに、大師の湯って書いてあるから。大師、まずどこに。同じ温泉のことです。同じな。そう。大事なお城を持ったら。くずかに、そこのお湯は昔鹿が怪我をして動けなくなっているのを、お大師様、あ、弘法大師様が。お大師さんが弘法大師くらい知ってます。あ、すみません。そのお大師様がかわいそうにと思って、持っておられた尺状で。ちょっと待って。尺状って何？杖ですよ。頭のところに輪っかのついた。ああ、杖ね。杖。その尺状で岩を砕いたら、そこからお湯が湧いて出たと言われています。え、杖で岩割れんの？ほんまかどうかわからんけど、昔からそう言われてるって話や。話ね。話。いいですか、そのガイドブック。あ、ええ、どうぞ。ここに書いてあるんですけども、ゴミは持ち帰っていただくようにと。ほんまや。ほんまに書いてある。あんた偉そうに見え切ってから謝っとき、ほら。ごめんなさい。すみません。謝っていただかんでも。けど、この様子ですと、エコバッグ持ち帰る用のお持ちでないでしょ。ええー、まあ、今日は私らが持ち帰りますから。そう、うん。はい。どうぞ、ここへ入れてください。ありがとうございます。それも、それも。あ、はい、すみません。すみません。すみません。さっき、秋茜が飛んでる言うて、ケーブル駅の横を走ってました。秋茜って何？あ、秋茜。
あんた、そんなことも知らんの。ほら、ちょっと前、いや、だいぶ前かな。渡里哲也が竿だけ持ってテレビドラマでさ。ハグリングもですか？そう、それそれ。それに出てきたんとちゃう？秋あかねって赤トンボのことです。おバカちゃん。時期的にまだ早いかなと思うんですけども、この辺りまで登ってくるとだいぶ気温が違うんですね。あー、はい、そうですよね。よし、呼んできましょうか。まあ、草木のことなら大丈夫でしょう。それより先にストレッチしときましょうか。はーい。あ、お姉さん、それ嘘です。お姉様に架空でや。うるさい。嘘ってどういうこと？こんな伝説会社が出してる案内書に嘘ついたらあかんやん。え、それって別荘じゃん内になってません？なってる。伝説会社やなしにどっかの不動産が出したガイドブック違いますか？ほんまや。先輩、視野から。間違うた言うたでしょ？あることじゃないでしょ。でも、その1キロって嘘でもないんですよ。嘘じゃないって。ただ、何です？ただは、私です。しゃべってる場合か！次回発で、新しい道を作りかけたんですけども、バブルが弾けたとかで、途中の岩場までしかできてないんです。けど、その先行けなくはないでしょ？通れなくはないです。ちょっと厳しい岩場ですけど。男道や！女の人には、ちょっと無理じゃんかな？だから、こっちの森の小道は女坂言われてたんよ。そやから、こっちの方がええと思うわ。心配してくれてありがとう。けど、私らこう見えてテニス部で鍛えてるからね。大丈夫やと思うよ。すごい！公式ですか？え？何や、軟式か！あ、差別！立派な隊員が差別していいんでしょうか？すいません。よーし。何を偉そうに。先輩どうします？男とか、女とか、それこそ差別ではないか。私の行く道には、いつも、試練が待っているのだ！かっこいい！それでは、岩場を踏破しましょうか。どうしよう。何やねんだもん。おい、取った、取ったぞ！みんながこれ、最高の秋あかねや。みんなの分もちゃんと得たるから、心配せんでええぞ。ちょっと待って。あんたら、ゴミ拾いは立派なことやけど、自然保護も一緒にせなあかんと違うの。何このおばさん。またおばさんに隠さでや。そんなことどうでもいいの。途中で物言わんといて調子くるし。ええ、そうでしょ。秋あかねはつまり赤トンボでしょ。そうです。赤トンボは生き物でしょ。そうです。生きて飛んでます。それを捕まえて、みんなで焼いて食べるなんて。おばさん、消え。お姉さんは絶対許しません。よっしゃー、つむら、ナイスイエーイ。よっしゃー、おなしゅうこの人。これ、万人にされてるわ。この子たちが焼き回しするのは皆さん、秋あかねの写真です。写真？あはははははは。あんたは本物なんも知らんな。だいたいトンボ焼いたかで、それこそ影も形もなくなってしまうのとちゃう。本物の方のは縁です。先輩、どっちの道行くか、決めてください。せやな。少しでも早く温泉に浸かりたいわな。じゃあ近道に賛成の人。賛成。では決まりました。こっちの道へ行きましょう。では皆さん、さようなら。さようなら。はい、
くれぐれも気をつけて。雨具は持ってありますか？雨具？こんな晴れてんのになんで雨具がいるの？何も知らんな。あのね、山の天気は変わりやすいの。さっきから道の方がなんや暗くなってきているねんで。西ってどっちやろ？あっち、あの高いアンテナが立ってる山の方。ひょっとしてコンパス持ってはらへんの？何言ってんのこの子ら。理科の授業やあるまいし。でコンパスがいるの？そのコンパス違うの？方角見るコンパス。小学校の時水筒の蓋についてたやんか。あんたも黙っとき、年わかる。みなさん、ご心配ありがとう。けど、雨降る前に温泉宿につけると思いますから。ほな、お先に失礼します。誰や、コンパス。あ、これしかないやん。ほな、先生、僕らも行きましょうか。先生、どないしたん？ちょっと心配やな。あの人らのことを。ほっとこ、ほっとこ。言うても聞かん人らや。遭難しても自己責任。そやそや。そんなこと言うたらあかんのと違う？前に言ったでしょ、山登る人はみんなで助け合うって。はい、すみません、すみません。どうやろうね、みんなこの辺りのゴミを拾って今日は近道を行ってみるというのは賛成。久しぶりに屏風岩見てみたい。屏風岩か、ええな。しかけ、お前大丈夫か？大丈夫、歩けますよ。屏風屋覗いても泣き出さへんか？アホ、来年中学期やぞ。大丈夫やね、手影くん。じゃあ、ゴミ急いで拾ってください。はーい。雲の流れが早いな。私らもこれに助けられています。お姉さんたち、それ表をすぎましょうか？ここなんか濡れると困るし。ごめん、気がつかんと。私干してくるわ。ありがとう。ありがとう。水彦、お前表行って巻き持ってこい。うん、あまね、拾ってくれ。よっしゃ、任してき。お、お前いつも用意がええな。軍手、懐中電灯、新聞紙は必需品です。それにライターもな。へえ、そうなんや。やっぱ山行くときはこういう準備せなあかんねんな。ほんまに誰やらが温泉行こう言うからもっと気楽に行けると思うたのに。ちょっと何、みんな私のせい？けーな。ちょっと、まあまあ悪いのはガイドブック、あれにちゃんと書いててくれたら私らも用意できた。でもそのガイドブックも
誰でしたっけ。もうあんたは油を注ぐようなこと言わんでもええ。ええよええよ、どうせ私が悪いんやろ。なんだっけ。ゆりちゃん、ひもちゃん、着替える？大丈夫、濡れた足元だけやからな。私も。それより先生を湯沸かしてラーメン作りません？ラーメン？ええわね、みんなお腹空いてるやろうから。空いてます、空いてます。先輩、飲まないですよ。手を取って。あ、そっか、鍋やってるね。表表、ほら先週来た時皮で洗おうって表にかけといて。あ、そうやね。僕取ってくるわ。日陰くん、大丈夫？濡れてない？頭よう拭いた？大丈夫や先生、このタオルな、よう水吸うてくれんねん。あ、それ知ってる。確か四国のどこかで作ってる。名前何だっけ。名前、今治。そうや、けど高いんちゃうん。うん、ちょっとな。この間町内の空き缶整理手伝ったら景品でもらえて。えらいな、山の活動だけやんなしに町内でもそんなことやってんの。そんなんちょっともやらないや、当たり前のことやで。その当たり前がうちらにはできてへん。反省。猿みたい。だだだだー。お鍋。へへ、表まで声聞こえててラーメン作るやろ。さっさと火を起こそうね。よっしゃ、沸かしすぎ。あまね、ライター借りて、これに火をつけ。僕、水汲んでくるわ。あ、ありがとう。ちかげくん、一人で大丈夫？まだだいぶ雨降ってるのと違う。私も一緒に行く。あの水汲みまでなでやったら、二人で傘さしていけるし。よお二人さん。あいあい傘で、お出かけで。あ、もう黙って火、甘すぎた。絶対そう。先生、はい、ここへはいつも来てはるんですか。はい、ここは村で共同で管理している避難小屋みたいなものですから。ああ、そうですか。でもほんまに助かりました。さっきのホラーなで雨宿りはできたけど、気温が下がってきたらこんな格好ではきっと、うん、私らももうちょっと早く来れればよかったんですけども。ホラーなで表からおい誰かいてるかって声聞いたとき、ほんまに地獄から救われた気持ちでした。でも皆さん、本当は違う道行く予定だったと違いますもん。先生がやっぱり気になるって言わはって。気になるって私たちのこと？他にあらへんやん。家場行くのにそんな靴履いて雨具も持ってないって聞いた。そうでした、ありがとうございます。みんなもありがとうね。ありがとうございます。そう言われると照れくさい。かわいい。よし、よかったね。お姉さん、足元冷たいでしょう。こっちへ来てください。ありがとう、みんな行かせてもらおう。行こう行こう。あ、ありがとう。これをしください。はーい、お鍋の到着。お鍋乗せました。よっしゃ、このお得の上へ置いて。お得って何？また言った。あんたの何はめんどくそうっていかんわ。ははその言い方はあなたも知らないってことですね。出るし。五徳鉄球、金熊同時に石熊、石餅、虎熊、虎つ。あ、それ知ってる。ウイロウリのセリフ、演劇部になろうたわ。ウイロウ、昔の特効薬。飲んだら舌が勝手に回り出してベラ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 。そんなんどうでもええの。私の知りたいのは五徳。あんたの言ってんのは五徳。お、うまいことそれ言えるやん。五徳言えへんやったらもっと言ったりよか。五徳とは、知、信、仁、勇、玄の5つの毒のことや。わからんわからんわからん。そんな難しいことちっともわからんわ。なんでわからんの。マジわからん。あ、鍋を火の上に置くための道具です。これこれ。これってガスレンジの上にあるやつと一緒。はい、同じです。あれも五徳って言うでしょ。あれ五徳って言うんだ。昔の火鉢やいろりには十の五徳、火箸が必需品でしたね。また出ました。十の炭火を乗せて運ぶあのスコップの小さいのです。あ、何言うてもらったらようわかります。今日は人を探検ツアーやのうってあんたのセミナーやね。いや、ほんま勉強になりましたわ。みんないろんなこと知ってて偉いな。感染するわ。あんたが知らなすぎる。いや、うわ、偉そうに。自分は知ってたみたい。知ってましたよ、ウイロウリもね。なあ、もうそんなんどっちでもいい。ラーメンもどう。ラーメン
魔法とちゃうねんからそんな早いお湯沸かへんよ。あ、いや、えらい、すいません。お腹鳴っちゃって。ガイドブック、どこで手に入れはりますか、先ほどの。あれね、実は昔勤めてた会社にあったんです。え、先輩昔勤めてたって、あの不動産屋さんですか。面目ない。あ、そんなら大量に出回ってるわけではないんですね。はい、売り出した別荘地が全然売れなくて、会社の隅に山積みになってたんです。先輩、それひどいと違いますよ。まあまあ、私らが先輩に格安で行ける温泉探して言うたんやから。そうそう、責任は私らにもある、うん、このおちゃんたち、勝ったな。ほんまや、欲しいなかった。工房返しのおかげかな。そら、工房の湯に入ってたら言うことや。ほんまや、生網の物。ありがとうございます。